大阪市交通局1200系電車大阪市交通局1200系電車大阪市高級局1200型電車は大阪市交通局で使用されていた高速電気軌動地下鉄用通勤系電車後年200系2台と解消、改版された1200型は製造時期によって内装等に仕様が異なる点があることから 1200A 型と 1200バイト型の2グループに区別される。1200A 型は1号線、現、未堂筋線の6両編成化と3号線、現、4つ橋線の玉で駅延伸開業に備えて1958年、昭和33年に23両が製造された。うち1201から1207が近畿車両で1208から1211が 日本車両製造で1212から1215が、川崎車両で1216から1219が、何は後期で1220から1223が、日立製作所でそれぞれ製造された。1200バイト型は、3号線の終日に両編成下に備えて1959年。 昭和34年2224から1228の5両が何は後期で製造された。1200A 型は1百0 0型に準ずる車体であるが、側扉が両開き式となったのが最も目立つ変更点で、関西地区の鉄道事業者では数少ない戸袋窓を持った両開き扉を採用した通勤系車両である。また、 戸袋窓と通常の窓が同じデザインをしていることも特徴の一つである。一般に戸袋窓を持つ鉄道車両の場合、戸袋窓は細長く通常の窓と区別が良い。この他、車体塗装は従来のクリームと青に銀色の扉の組み合わせからクリームとオレンジのツートンカラーに天井を除く内装はグレーがかった藤色から単力色に変更され、 従前より非常に明るい印象になった。この塗装は5000系、あとの50系まで用いられたほか、1100系以前の在来車に対しても順次塗り替えが行われた。1200バイト型は A 型より床構造とファンデリアの数が変更されたほか、内装が天井を除いて塗装後半から着色のメラミン樹脂積層アルミ板に変更されて軽量化と塗装の省略が図られた。 外観は従来微糖が左右の上部に外付けされていたのが倉庫に埋め込まれたこととファンデリア数の変更に伴いカバーの形状が若干異なる程度で大きな変化はない。1100型と同じ機器類を採用しているが制動装置に中継弁式電磁直通方式が採用された。1200バイト型では電動発電機が交流式に変更され、 空気圧縮機も小型化された装置に変更。台車についても、中高性から全溶接式の台車に変更すると、共に、ブレーキ周もレジン製合成周に変更されるなど、全体的に軽量化、近代化され、次に増備される5000系の試作的要素を取り入れた車両となった。性能的に同じ1100型と根結され、1号線と3号線で、 使用されていたが、1970年、昭和45年の日本万国博覧会、大阪万博を控え、御堂筋線は30系統一されることになったため、1100系同様に4つ発線に転用されることになり、4両編成、後5両編成化の上使用されることになった。なお、緑木町検車場、現、緑木検車場が開設されるまで、引き続き、 アビコ県車場所属であった。1972年、昭和47年の玉で墨の江公園間の開業に伴い動線は、保安装置を出し式 ATS から WSATC に変更されることになったため対応機器が設置され、車掌台側の前面窓が小型化された。1 1 0 0系、5 0系へ同様、この改造は先頭に出る車両に対してのみ施行され、 改造されなかった車両は実質的に中間車となった。また、制動装置もアマル式から HSC 式に変更されている。さらに 1200A 型については蛍光灯カバーの撤去と頭数削減がこの時に行われている1200バイト型については5700型への改造時に蛍光灯カバー撤去を実施。 旧20系を10系に改版する前の1975年、昭和50年に、統計式は200系、2台と改称、改版、元番号マイナス1 0 0された。100系同様、塗装もツートンカラーから、アッシュグリーン地にラインカラー当時は4つ橋線、配置なのでビクトリアブルー帯ビーに変更され、引き続き100型と根結されて4つ橋線で、使用された。またこの頃、 1200A 型の一部車両の標識等が1200バイト型同様のコシータブに移設されている。しかし、一両にすべての電気機器を搭載する本形式は、車両研修の合理化を図るために、電装解除、運転台撤去して、中間付随車の5700型に改造した上で、谷町線に転用して50系に組み込むことになり、 中央線所属の800.900型に引き続き、1980年、昭和55年から1981年、昭和56年にかけて転属した。ただし、転属と同時に、電装解除された車両は少なく、電動車のまま50系の中間に入り、6M 編成で使用された車両の方が多かった。結局、5700系かは1984年。 昭和59年に、ようやく終了した。なお、全商灯、標識灯は撤去されなかったため、外観上はそのままであった。5700型への改造終了後も、貫通路へのドア設置などの小改造が行われたが、老朽化のため、1989年、平成元年から1991年、平成3年かけて、全車廃車された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。